ヤングなでしこ再び躍動。ガーナ女子にも勝利し2戦で11ゴール。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。現在コロンビアで行われている U20 女子ワールドカップですが、日本時間9月6日朝、ヤングなでしこがグループステージ2戦目のガーナ戦に臨みました。そして再び大量得点となり、今回はそちらの試合について見ていきたいと思います。記事はフットボールゾーンから。 U20 女子ワールドカップ、ワールドカップを戦うヤングなでしこ、 U20 女子日本代表は現地時間9月5日のグループ E 第2戦でガーナと対戦し4-1の勝利を収めた。2戦合計11ゴールの日本にはファンも喜びの声を上げている。5日の第2戦ではガーナと対戦、前半26分にディフェンダー米田博美が負傷し岡村来花と交代するアクシデントがあり、同32分には自陣ペナルティーエリア内で起こった相手との接触で VAR ビデオアシスタントレフェリーが介入する。 PK の可能性もあったが、ここはお咎めなしで相手のコーナーキックで再開された。すると前半45分、フォワード笹井千成が先制ゴールを挙げる。同アディショナルタイム6分にはフォワード松久保真中が追加点、2点リードで前半を折り返す。後半に入っても日本ペースが続く。開始5分でミッドフィルダー早川美久が日本の3点目を奪った。後半38分にはディフェンダー柏村奈々がガーナに PK を与えてしまい失点。それでもハイラインを敷くガーナ相手に押し込み、何度もゴールに迫った日本は、同45分にはこの日2点目となる松久保のゴールで相手を突き放し4-1の勝利を飾っている。大量7得点の勝利に続き4ゴールを挙げ勝利した日本。 SNS 上ではナイスゲーム、見ていて楽しかった、つえと絶賛する声のほか、コーチで大変そうだった、怪我が心配といった心配のコメントも寄せられていた。試合を通し日本のポゼッション率は 57%、 パス総数では日本が663本に対しガーナは228本と3倍近い数値となった。見事な勝利を飾り決勝トーナメント進出を決めた日本は8日の第3戦でオーストリアと対戦する。このようになっています。記事中では日本の4ゴール目は松久保選手となっていますが、このゴールは確か19番の松永美優選手だったと思います。また後半38分にガーナに PK を与えたのは柏村選手ではなく岡村選手でしたよね。ヤングなでしこはこの試合クリーンシートとはいきませんでしたが、前節ニュージーランド女子戦での7得点に続きこの試合でも4得点、2試合で11得点の荒稼ぎ。2連勝したこの試合で見事に決勝トーナメント進出を確定させました。では次にこの試合に対するネットの反応を見ていきましょう。日本のサッカーは本当に明るいな、今後が楽しみ。あとは視聴環境が良ければもっと盛り上がると思うけどな。ヤングなでしこ頑張ってますね。この世代は北朝鮮が1、2ランク抜きんでていて、その次にスペイン、アメリカ、日本という感じ。大会が進むごとに成長してほしいです。空気が薄いから回転をかけたシュートも曲がりは少ないかもしれませんね。ゴールキーパーはシュートの軌道を読むのが難しそう。標高2600枚での試合ではフィジカルよりもテクニックを多用しないと酸欠でやられる。日本優勝あるかもよ。この世代はいつも強いんだよな。北朝鮮は2015ゴールでもっとすごいです。女子は男子以上にレベル差が激しいからな。どこで見れるんじゃ。 FIFA プラスで無料配信だと。ヤングなでしこの躍動を称賛しながらも、北朝鮮は2戦で15得点しているといった声もあるようです。この試合ボール支配率で見ると日本の 68% に対してガーナは 32%。 日本がかなり支配した試合のように見えますが、シュート本数は日本15に対しガーナも14本とほぼ互角。前節のニュージーランド女子戦に比べてガーナ女子の身体能力に若干苦戦した感じはあったかもしれません。ただ
前節出場しなかったエースの松久保選手がこの試合では1ゴールを挙げ、さらに決勝トーナメント進出を確定させて、次の試合はターンオーバーも可能ですが、次の試合で1位通過を勝ち取って、ぜひ優勝を目指してほしいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。